ロンドン地下鉄 C69 軽電車は1969年にサークル線ハマースミスシティ専用として製造されたロンドン地下鉄の電車。ロンドン地下鉄の2種類ある車両寸法のうち大きい方の車両群に属する。本校ではディストリクトセンエッジウェアロードウィンブルドン管用として製造された 同形態の C77 型電車について合わせて述べる。C69 系電車は、バーミンガムのメトロキャメル車で、6両編成35、編成が1969年から翌1970年にかけて製造され、サークル線、ハマースミスシティ線に投入された。形式名の C は、主要運用路線であるサークル線の頭文字である、 ディストリクト線には1978年から D78 系電車が導入されたが、D78 型が18メートル級の車体を採用し、エッジウェア、ロード駅、ハイストリート県人と2駅間のホーム有効長を超過していたため、C69 型と同じ先頭車16メートル、中間車15メートルの車体を持つ C77 型がこの区間用に製造された。 C69 型と C77 型の相違は、前車の屋根が黒く塗装されていたのに対し、後車の屋根が白く塗られていた程度である。C69 型と C77 型は共に、ハマースミス車両基地に所属し、共通運用されている。1910年製造の C 型電車と区別する、必要がある場合以外は、C69 系、 C77 型を総称して C 型電車と呼ぶことが多い。更新工事を経て2009年現在運用中だが、2013年から2016年にかけて S 型電車に置き換えられる予定である。制御電動車と付随車の2両でユニットを組み、3ユニットで6両編成が構成される。制御電動車は、車体長16メートル、付随車は15メートル。 一両につき片側四箇所の幅5フィートの両開き扉が設置されている。扉間には窓一枚があるが、すべて、戸袋となっており、開閉する窓はない。製造時は、アルミ地肌の銀色だったが、更新時に、ロンドン地下鉄標準の赤青白の三色に、塗装された。製造時は、ドア間に四人掛けボックスシートが通路を挟んだ、両側に設けられていた。 このボックスシートは、仕切り板で、トアブと区切られていた。この仕切りの通路上には、大きな広告枠があった。制御電動車に、電動発電機、蓄電池が、付随車に、電動空気圧縮機が搭載されている。投機保温のため、車両中一つのドアだけを開閉する装置が、設けられている。ブレーキは駐車ブレーキ、保安ブレーキ、 発電制度を併用空気ブレーキの三重装備とされ、左手操作のワンハンドルマスコンで立行とともに制御されるが、日本の鉄道車両のように横軸ではなく、縦軸で配置されている。制御電動車と付随車の2両1ユニット3組で6両編成が構成される。c 6 9系の制御電動車には5501から5606。 付随車には6501から 6606C77 型制御電動車には5701から5733付随車には6701から6733が付番され下3桁同番号の車両でユニットを組む6554から6556には終電用レールの凍結防止剤散布要望を氷装置が取り付けられている 中間電動車はないため、一編成には3箇所の運転台がある。ユニットの外側には、電気連結器付密着連結器ユニット間は、棒状連結器が装備されている。サークル線での運用により、片側の車輪だけが摩耗することを防ぐため、1日2本のサークル線の列車を、タワーヒルからホワイトチャペルに改装し、ホワイトチャペルから、 ハマースミスシティ線の列車として運行することで、車両の方向転換を行っている。方向転換により、連結不能とならないよう、電気連結器の配列が工夫されている。C69 系のうち、5585号車は1976年3月の、ウェストハム駅でのテロ事件で損傷したため C77 型が、同番号で、大体心臓され、 5585から6585のユニットのみ C69KA、C77 型の根血となった。5606から6606には1974年に試作制御装置が搭載されてそのまま運用されていたが部品確保が困難となったため1991年に運用を外れ、1993年に廃車されている。 ワンマン運転が1984年から行われ、関連機器が設置された。1987年11月の、キングスクロス駅火災事故を受けた、防火強化を兼ねて、1990年から1994年に、かけて、更新工事を受けた。5585から6585の C69、系 C77 型痕跡ユニットが、 試作改造車に選定されている。更新工事の際座席は4人掛けのロングシート化され、通路を拡張するとともに仕切り板も撤去されたが、扉付近のスペースが狭くなった。更新工事に、事故の自動放送装置が設置され、付随車に構内入れ替え運転用簡運転台が整備された。新型電車には、D78 系電車と同様の自動放送装置が、 装備されている。C 型電車と D78 系電車が運用される。各線では次のような放送が行われている。This is Basewater.This is A Circle Line Train.Bear High Street Kenjinton and Victoria.This is Gold Hawk Road.This is A Hammer Smith and City Line Train to Barking.This is Inbuddon Park.This is エイディストリクトライントレーン2ウエッジウェアロード2007年12月にセントパンクラス駅の国際化とロンドンオーバーグラウンドの路線再編に伴い放送内容が一部変更されたが変更前と同じ女性の声優が起用されているこの変更と同時に有名観光地などへの最寄り駅を示す単語がアライトからエグジットに変更されている ハマースミス駅に停車中の C77 型電車。2006年撮影 C77 型電車の車内。2004年1月2日撮影製造時の内装写真、更新後の車内、ロンドンアンダーグラウンド、C ストックアットトレインウェブ。ありがとうございます。